聖母兼礼堂は、別名加工天主堂、神愛堂、俗に、聖母堂とも呼ばれ、中華人民共和国石膏省加工市に位置する、著名な大規模のカトリック聖堂の遺跡で、加工市の中心である使用外人化老にある。1902年、フランス人神父保守家は、フランス加工文政修道院を建造した。当時は、中国ラザリストの唯一の大三和学校であり、総会員とも呼ばれた。 文章修道院は中国内外の神学校4、50名が上住し、競技を研算し、試験を経て合格した者は司祭に除外されて、中国各地の教会に派遣された。1909年から1941年まで文章修道院は、計155人の司祭を12年で養成し、彼らは中国各地の教会に派遣された。 明らかにそこはかつては中国でのカトリック教会の大本営の一つであった。1917年、ラザリスト・カン・ニチロク神父は広大なゴシック様式の大聖堂の建築を執行した。彼は経験なカトリック聖職者であるだけではなく、また、イタリアの著名な建築家であった。材料の選択と、買い入れから工事の施行まで自らその役目を負い、さらにもっぱら、フランスから、 セメント、鉱材、松に、ステンドグラス、彩色タイル等のかなり先進的な建築材料を輸入し、塀に用いるレンガは、が全館用鎮で焼かれるものを指定し、職人に対して非常に厳格であった。八万銀元と13年の歳月を費やして1930年になって、ついに完工した。この制度は3.4万平方メートル。規模は中国一で。 極東で3番目と称した。鉄筋コンクリートコンクリートの構造と彫刻はカビで繊細である。聖母堂の落成後、フランスパリのラザリストは合金の金を運んできて、金の上に吊り下げた。この金は高さ1.10メートル、底部の直径は1.10メートルで、重さは657キロで、金の音は数十キロまで聞こえた。日中戦争期間は、 聖母堂の信徒は多く、首楼に登って鐘を鳴らし、それを空襲警報にした。文化大革命中に壊滅的な破壊に遭い、聖母堂はただ壁の残骸を残すのみとなった。現存する建築面積は1590平方メートル。ただし、なお広大なアーチの門や美麗な浮き彫りと四色のタイルが見られる。現在は石膏省分物保護単位に列を連ねている。 2004年、加工支店主共同編区計館環境機が設計が出て、加工店主堂教区広場の建設が企画された。その総面積は80ヘクタールに達する。聖母堂はメインの建物の外にも、さらに司祭館や聖職者の住宅等の外側の建物もある。店主堂の主楼の高さは、元は57メートルと記載されていたが、2003年に、 加去市の文物保護単位に加えられた時に実際に計測して得られた高さは45メートルであった。建築スタイルはゴシック様式である。この強度は北に座して南向きで、南から北は順序に従って、主楼、ホール、正規、祭壇となっており、東西に向いている左右の楼と垂直に交差し、典型的な十字型の平面配置となっている。 祭壇の床面の中間には、色彩のきらびやかなタイルが敷かれ、両側は彩色したテラ像を用いている。柱は、イオニア式で、それぞれの中上には商店使の彫刻がある。柱頂部には、整備な模様、そして両端には一つの角笛の形をした渦巻きが刻まれている。新華な山、花文章修道院丹雄、石膏小文物局西洋修立、築下天守堂。 ありがとうございます。